はい、今回はデジタルガジェットの開封と簡単な紹介ということで、アマゾンからね、荷物が届いたんでね、まあ、ちょっとね、こちら開けてですね、簡単に紹介できればと思います。で、何の商品を紹介するかね、もうこの動画のですね、サムネイルとかね、タイトルにも入れてあるんで、わかると思うんですけども、こちらの商品になります。で、何かというと、ウランジというメーカーから出てるリモコン付きのね、スマホホルダーと、あとね、このミニ三脚がね、セットになってる商品ですね。で、これがどういったものかというと、三脚はね、もちろんそのままミニ三脚としてですね、普通に使えるものであって、で、このスマホホルダーの方なんですけども、これがですね、単純なホルダーではなくて、このホルダーの方にはですね、スイッチがついていて、で、さらにですね、Bluetooth の機能があるので、iPhone とかね、スマートフォンなんかにですね、Bluetooth でつなげて、で、iPhone の方にですね、こう接続をすることによってですね、今写真で出してるみたいな感じで、スマートフォンをまるでね、コンパクトデジタルカメラのような形でですね、こう写真を撮ったりとかすることができるといったようなね、商品になります。ではね、まず実際に開封していきたいと思うんですけども、Amazon からね、届いたんですけども、まあ Amazon はね、もともとそんなに梱包良くないんですけども、今回ちょっとね、これ、まあできるだけ広角で撮ってるんですけど、ちょっと今画面に収まりきれてないですけども、なんだか無駄なね、感じでね、なんか非常にね、雑な梱包できましたけども、まあそれはいいとしてですね、まあ早速ちょっと開けてみましょうかね。じゃあこのオープンのところから開けていきます。よいしょと。いうような感じ、はい、こんな感じでね、まあ、一応こうなんかプチプチみたいなやつでね梱包されてるんで、まあ中は大丈夫かなと思いますけども、じゃあ実際にこれも開けちゃいます。よし、はい、という感じで、まあ、中に入っている感じとしてはこういう形ですね。まあ、今回はですね、この三脚とですね、こちらのホルダーがセットになっているやつを購入しましたんで、まあ、こういった形で別々の箱に入っているっていう感じですかね。はい、じゃあここから実際に開封をしていきたいと思います。ちょっと今これカメラの方ね、画角を変えさせていただきましたけども、じゃあまずこちらの三脚の方ですね。まあ、これはまあ普通の三脚だと思うんですけども、中を開けていきます。まあこんな感じですね。まあこれは本当に普通によくあるミニ三脚っていう感じになりますかね。まあすごくね、コンパクトなんで、まあこういったですね、ちょっとしたレビューのね、動画を撮ったりだとか、あとね、こうね、自宅とかでですね、こう固定してですね、写真を撮りたいといった時にね、結構使えるんじゃないかなと思います。はい。で、あとね、こちらね、こういった形で使えばね、本当に非常にね、コンパクトな三脚として使えると思いますし、で、あとここね、ちょっと伸ばすとね、こういった形でね、先も伸びますんで、まあそれほどね、長い棒ではないですけども、まあスマートフォンとかですね、まあ小さいデジタルカメラだったらね、乗ると思うんですけども、こういった形で伸ばしてですね、自撮り棒みたいな感じで使うこともできると思います。はい。では次にこのスマホホルダーの方ですね。まあカメラで言うとこのね、グリップに当たる部分になるんですけど、こちらをね、じゃあ開封してみたいと思います。よしと。はい。こんな感じですね。まあこれがね、カメラのグリップになる部分で。よしと。で、あとね、この説明書ですね。こういった形で説明書も入っていて、まあ説明書の方は、まあ英語と、まあ中国語になるんですかね。まあちょっと日本語の説明も入ってないですけども、まあ接続自体はね、まあこの絵を見ながらやればそんなに難しいことはないとは思うんですけども、まあちょっと日本語のね、説明書は入っていないようでした。はい。で、実際のホルダーの方はこんな感じですね。まあちょっとしたですね、コンデジとかね、まあ小さいね、一眼レフカメラなんかのですね、グリップに似たような形状になっていて、まあ質感に関してはね、まあ2000円ぐらいの商品なんでね、すごく高級感があるというわけではないですけども、まあ個人的にはね、この値段にしてはね、まあまあまあの質感かなっていうね、まあちょっとすごい安いなと、安っぽいな、失敗したなというような質感ではないかと思います。はい。で、このグリップの上のところにね、これ今カメラみたいなね、マークがついてますけども、こちらでね、押すことによってシャッターが切れるというもので、あとここ今ね、ビニールがね、ついてますけど、これ引っ張るとね、電池が使えるような状態になるんですかね。ちょっと説明書を見ると、ちょっと日本語の説明書ではないけど、こういった形でですね、この中にボタン電池が入っているということのようですね。で、あとこのシャッターの部分が取り外しができるのかな、これを
カシッてやるとこういった形でシャットの部分が取り外しができるんで、まあ、もちろんこれをこのままつけてですね、このコンパクトデジタルカメラみたいな形でシャットを切ることもできれば、まあ、自撮りなんかするときはね、こちら外してですね、この遠くからこれをね、押すことによってシャッターが押せるというようなね、ものになるんだと思います。はい、ではね、実際に iPhone の方に装着してみましたけども、こんな感じですね。まあ、ちょっと動画でどこまで伝わるのかわからないですけども、まあ、2000円前後ぐらいの商品なんでね、こうすごく高級感があるというものではないです。まあ、若干ちょっとこう安っぽく、ね、感じる部分はあるとは思うんですけども、まあ、個人的にはこの値段であれば、まあまあこんなもんかなというような感じはします。はい、では次に実際の接続方法ですけども、今回ねこれ iPhone 例にとってやりますけども、この iPhone のですね、この Bluetooth の接続画面ですね、こちらを開いてもらって、このね上のところにあるんですね、このシャッターのボタンのところですね、こちらを長押しをするとね、今こちら画面上でちょっと見えますかね、一番下のところちょっとぼやけてるかもしれないですけども、このウランジっていうのがね出てきますんで、こちらをねタップをします。そうするとこのペアリングしますかっていう画面が出てくると思いますので、このペアリングっていうところをタップをするとですね、実際にペアリングすることができます。はい、でペアリングするとですね、こういった形でこの画面上部のシャッターボタンを押すことによってですね、このねシャッターを切ることができるという形で、まあ、本当になんかコンパクトデジタルカメラを使っているような感じでですね、この写真を撮ることができるんじゃないかなと思います。でこれはですね、 Amazon のレビューにもね書かれてたんですけども、このシャッターボタンですね、こちらを押すとですね、シャッターではなくて時たまですね音量ボタンの方が反応してしまうという現象ですね。これはね、私も何回もねシャッター切ってたんですけども、実際にありました。個人的にはね、この値段の商品なんで許容範囲かなというふうには思うんですけども、何かねこう瞬間でね、この瞬間撮りたいといった時にですね、そこがうまく反応しないっていうケースはあると思いますんでね、まあ、一応ねその点はですね注意してもらえるといいと思います。はい、最後に三脚につけた感じで言うとこんな形になります。でさっきもねちょっと外しましたけど、このシャッターボタンのところですね、こういった形で外せますんで、こんな感じで外してですね、自撮りに使ったりとかね、といったようなね使い方もできるんじゃないかなと思います。最後にこの商品の感想ですけども、まだねこれ届いたばっかりでそんなにね使ってるわけではないので何とも言えない部分はあるんですけども、この値段の商品にしてはですね、まあ、それなりに使えるんじゃないかなといったところと、あとねこの写真を撮る楽しさといった意味でですね、まあ、私ね通常ね写真を撮るときはミラーレス一眼を使ってるんですけども、もちろん今ね iPhone とかね Android のスマホにしてもね非常に綺麗な写真は撮れるんですけども、やはりねこの一眼のカメラとこのスマートフォンの違いっていうのは写真を撮る楽しさというところだと思うので、そういった意味でね、このカメラみたいなグリップをつけてですね、写真を撮るっていうのはですね、一つね、写真を撮る楽しさがですね、この iPhone とかスマートフォンに加わるんじゃないかなというふうにはね、感じています。今後ね、これまた使っていく中でね、いろいろですね、何か見つかった点とかね、問題点とかがあるようであればね、またご紹介できればというふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。